今治市政広報番組、今回のテーマは事業承継についてです。竹内課長、事業承継というとなかなか耳慣れない言葉ですが、事業承継というのは企業の経営権や資産などを次の経営者に引き継ぐことなんです。事業を譲りたいという意思があっても後継者が見つからないために経営を引き継ぐことができず廃業せざるを得ないケースが増えているんですよ。皆さんはこのお菓子ご存知でしょうか。大好きといった方も多いのではないでしょうか。野間社長、こちらどういったお菓子になるんでしょうか。はい、今治で60年以上愛知されてきたラムリンというお菓子になります。製造されていました黒船果歩さんが後継者がいらっしゃらないというお話を伺いまして、ぜひこのお菓子を残したいという気持ちで事業承継させていただきました。地域の文化を守っていくということが我々の地域の暮らしを守っていくことだというふうに思っておりますので、ぜひ我々も貢献したいという思いでラムリンを引き継いでおります。たっぷりラムが染み込んでて美味しいです。ラムリンは昨年までふるさと納税の返礼品になっていたんですよね。他にはどのような返礼品があるんですか。鶏卵まんじゅうやポエム、ワンムネモナカなど多数ご案内しており、今治の味を全国にお届けすることによって今治の輪を全国に広げていけたらいいなと考えております。ところ変わって、こちらは今治市内のタオル工場。7年前廃業寸前の会社から職人や設備を引き継ぎ、見事復活を遂げました。いっぱい大変なこともあったんですけども、やっぱり人が全てだなというふうには思います。人がいてくれるからこそつながっていって、そういう技術も信用とかもつながって連なってると思うので、また未来に向けてつなげていけたらいいなというふうに思っています。今治市では日本 M&A センターおよび株式会社バトンズと中小企業の事業承継の促進を通じた地方創生に関する連携協定を本年3月に締結させていただきました。四国随一のものづくりの町である今治の産業がこれからも活力を維持していくために、事業や技術の存続、そして雇用を守る取り組みをしっかりと後押しをしてまいります。こちらのパンフレットをご覧ください。事業承継ホットラインですか。5月13日から市役所とバトンズをつなぐ事業承継ホットラインを開設しました。産業振興課が窓口となって、市役所の会議室などから無料でウェブ相談をご利用いただけます。プライバシーが守られた環境で、いつでも専任の同じ担当者に相談できるよう調整しますので、安心してお問い合わせください。このほか今治市では新たに創業をする方に事務所の改修費などを補助するスタートアップ創業支援や、今治の産業パワーアップ推進事業などを展開しています。スタートアップ創業支援補助金は公募中ですので、創業をお考えの方はぜひご活用ください。さらに今治商工会議所でも中小企業診断士を専門家として招き、経営相談の一環として承継診断や人材設備のマッチングなど事業承継のサポートを行っています。皆さん、何でもご相談ください。